はい、エビちゃん皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ということで今回は5万コイン以内で買える、有能選手10選を選んでいきたいと思います。で、5万コインってちょっと高いとは思うんですけど、今年なんかスカバだったりそういったところですごいコインが手に入りやすいなと思いましたので、無課金の方でも5万コインぐらいだったらまあいけるかなっていう感じはしたので、今回はその選手たちを紹介していきたいと思います。で、一応今ね、DB1 まで、ディビライは行って、で、相手として嫌だった選手、も、一緒に紹介していくっていうような感じになるので、全員自分が使ったわけじゃないんでね、なんとも難しいところなんですけど、相手にいてめっちゃ強いなっていう選手たちを紹介していければいいかなとは思います。ってことでやっていきましょう。はい、まずは、カディオーグルになりますね。まあ、この選手、まあ、ブライトンの選手で自分がコスパ動画でも出したと思うんですけど、まあ、大体今、レンジまではあるんですけど、普通に検索してればすぐ買えたんで、まあ、約6000コインというところになってるんですけど、まあ、めちゃくちゃ強いですね。スキルも、スキル逆足ともに4-4になってまして、まあ、ペースもしっかりしてて、ドリブルめちゃくちゃ軽いです。本当に使いやすいですね。で、守備に関しても問題ないですし、スタミナも91あって、プレイスタイルも、まあ、容赦なしあったり、クイックステップあったり、ジョッキーあったり、あとトラッパーあるのもいいですね。で、ウィップドもあるんで、まあ、上げるサイバーとしても有能ですし、まあ、非常に使いやすい選手になってるかなとは思います。これが6000コインはかなり破格だと思います。多分トルコっていうところで安いんだと思いますけど、まあ、普通に右サイドバックって他にハキミとかいると思うんですけど、その選手たちとも引け取れない能力してるかなと思います。で、さらにこの選手は今来てるエボつけることによって、これですね、これつけることによってさらにね、スルーパスがついたりとか、非常に強くなるので、これ大会とかでもワンチャン使えるんじゃないかなって僕は考えてますね。ってぐらい、素晴らしい能力してると思います。でもかなりドリブルも上がるしね。だからこの選手は本当に6000コインとは思えないぐらいの価値あると思いますので、めちゃくちゃおすすめです。はい、続きましてはグバルディオルになりますね。まあ、この選手もまあ8000コインぐらいで買えるんですけど、まあ2、3回かな相手にいたんですけど、めちゃくちゃ足速いし、フィジカルもあるしということでかなり厄介な選手でしたね。まあ、本当にグバルディオルって去年も初期かなめちゃくちゃ強くて、なんか3万とか4万ぐらいしたの思うんですけど、今年はまだ7000円ぐらいっていうところでかなり安いかなとは思いますね。で、逆足4のもいいですね。結構今年センターバックとかで無理やりパスして失うこととかも多いんで、センターバックの逆足結構重要かなと思ってるので、逆足が4あるのはめちゃくちゃ優秀。で、ペースもね、80と、まあ、最低限というか79あれば全然十分足りると思います。で、ディフェンス値も83で、フィジカル値も83っていうところで、結構穴がない選手かなとは思いますね。プレイスタイルもロブ2つあって、ブロックとジョッキーあるっていうところで優秀ですし、まあ予測かインターセプトないのはちょっときついというか、まあ予測がないのがちょっときついかな、個人的には。予測すごい今年大事だなって感じるので、まあ、これがないのがちょっと気にはなりますけど、まあ、非常に優秀な選手かなとは思います。普通に安いと思います。続きましてはブレーメルですね。まあちょっと3万5000と値段は張ってしまうんですけど、まあ本当にめちゃくちゃこれは強いですね。自分使ったわけじゃないんですけど、相手にこれも2、3回いたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ体でかいし、本当にタックルも入るしっていうところでめちゃくちゃ強かったです。まあ、逆足が2っていうところがね、ちょっと気になるので、ここはかなり気にしないといけないところと、まあ、パス精度も低いんで、ビルドアップはめちゃくちゃ要注意かなとは思います。ただもう、ペースもね、82とめちゃくちゃ序盤にしてはあって、で、ディフェンス値ですね、86めちゃくちゃ高いし、フィジカル値も85とめちゃくちゃ高いので、ブレーメルはめちゃくちゃおすすめですね。ユーベだと、まあちょっと今年だと、ケミ合わせる選手がそんないないと思うんですけど、セリエ勢非常にね、ディバラとか、まあ、ラウタロとかちょっと高くなっちゃうんですけどね。まあ、セリエ勢はかなり今年優秀なコスパ選手多いので、まあ、今年はっていうかいつも通り多いんで、ブレーメルもめちゃくちゃ強いと思います。ビルドアップだけ気にしてあげればめちゃくちゃいいんじゃないかなとは思います。はい、続きましては、パトリですね。これ今、海外の、プロの中でもめちゃくちゃ人気が出てる選手になってますね。まあ、3万8000で、これもちょっと高めなんですけど、正直3万8000とは思えないぐらい強いですね。自分使ってるんですけど、かなり使用感はいいですね。で、スキル逆足ともに4-4で、まあ、170センチとちょっとちっちゃいんですけど、今年からね、守備値が、4上がって、アグレッションもめちゃくちゃ上がったっていうところで、かなり強化
されてますね。シュート数とか若干落ちたのかな。でもまあ本当レート変わってないながらも能力上がってますし、プレイスタイルが何よりめちゃくちゃ優秀で、今年強いスルーパス持ってて、でロブタツプラスも非常に強い。でティキタカも今年パスずれるのであるのが嬉しいし、でトラッパーもあってフレアもあるから軽いし、でシールドもあるから取られづらいっていうところで、この選手穴ないですね。容赦なしがないのがちょっと気になるぐらいで、まあスタミナがないので、途中交代は必須の選手にはなってくるんですけど、まあこの値段とは思えないね。15万とかしても正直まあそんなもんだろうなーってなるぐらいの、強さ感じるかなとは思います。まあこの後紹介するバルサの選手と、ケミ合わせれるので、もうめちゃくちゃおすすめです。パトリに関しては今回の中でも本当注目、今回紹介する選手の中でもかなりおすすめの選手の一人かなとは思いますので、ぜひ、まあ、3万8000とちょっと高いかもしれないけど、ちょっと頑張ればいけると思いますので超おすすめです。はい、続きましてはレイテンになりますね。この選手もまあ相手に 3,4 回いたんですけど、めちゃくちゃ早かった。なんかめちゃくちゃキレあるし強えなって感じたので紹介します。スキル4の逆足さんっていうところでちょっと気になるんですけど、まあ左利きの167でかなり動かしやすいって感じになってまして、ペースも88としっかりあって、まあドリブルが特にね、ドリブル値自体は低いんですけど、身長の低さとこのアジバルの高さでめちゃくちゃ厄介でした。ドリブル取れねーみたいになりましたね。めちゃくちゃ動かしやすそうで、うわ強えなってなりましたね。でパスもね上手くて、クロスも上手いっていうところで、でプレイスタイルがねやっぱね、今年思うのがこのラピッドとクイックステップついてる選手、これめちゃくちゃ早いなって感じますね。この後紹介する選手も基本的にはついてるんですけど、なんかラピッドだけだととか、クイックステップだけだとじゃなくて、ラピッドとクイックステップついてるのがめちゃくちゃ強いなって感じるので、ここの2つのプレイスタイル一緒に持ってる選手は、もし自分のね、マイクラブにいたら、使ってみてもいいんじゃないかなってぐらい強いと思います。で、あとスルーパスもあるので、スルーパスも強いので、ついてるのもおすすめです。逆足さんっていうところとかがね、気になりますけど、普通に強いと思います。17,500 はさすがに安いね。普通に。バレてないだけで、普通に強かったです。はい、続きましては、ドクですね。この選手もまあ使ってないんですけど、相手に何回かいましたね。まあ本当今年はね、こういうやっぱラピッドプラスの選手は強いのでおすすめですね。24,000なので、まあグバルディオリと合わせてあげれば、ケミも救えると思うので、かなりいいんじゃないかなとは思います。で、4-3 で、まあ、ペース92とめちゃくちゃ速くて、まあ、シュートとかパスはね、下手なんですけど、だからもうなんかプレミア版マキシマンみたいな感じで使ってあげるのがいいかなとは思います。やっぱりサイドの、サイドでどんどん縦に行ったり、もうドリブルで、剥がすっていうような感じの、プレスタイルになってくるかなとは思います。で、ラピッドプラスとさっき言ったようにクイックステップ2つついてて、さらにね、今年はこのトリックスター持ちのね、キャンがね非常に強いので、トリックスターついてるのもポイント高いかなとは思います。まあ、これも一応ちょっとエボれるのかな、エボってちょっと上げることできますので、毒をエボるのも全然ありかなとは思います。普通に相手にいて嫌でした。はい、続きましては、魚系列種ですね。だいぶ値段上がったね。確か1万なんか3000ぐらいだったとは思うんですけど、やっぱこれも海外でめちゃくちゃ人気になってて、めちゃくちゃ強いですって、結構見るんですけど、まあ実際相手してくっそ早かったです。びっくりするぐらい早かったですね。で、まあ、3号の、ペースがね、90と、はい、破格の数値してまして、シュート上手くて、ドリブルはそんななんですけど、フィジカルがやばいということで、今年ね、なんか長い選手強いような感じがするんですよね。なんか長い選手のが、なんかこう、追いつかれること今年結構あると思うんですけど、長い選手だったら減速しないんで、全然追いつかれねえな、みたいなこと結構あるな、っていうのは感じてます。例えば、レバンドフスキとか、オシメンとか何回か自分自身使ってみてるんですけど、なんか、やや長とか、こういうなんかちょっと、デカめの選手は、なんかドリブル減速しないなっていうのはすごい感じましたね。まあ、弱点としては、プレスタイルがね、シールドしかないっていうところなんですけど、まあ本当プレスタイル以外というか、この能力で、補える、と思いますので、これもかなりおすすめです。まあ、ペドロ・ゴンサーベスとか今回は紹介しないんですけど、イナシオとか、そういった選手と合わせてあげるのがいいんじゃないかなと思います。これもかなりコスパになるかなとは思います。はい、続きましてはディアビになりますね。これもね、めちゃくちゃ早かった。もう本当に早かったね。13,000で、まあサウジのフランスっていうところで、まあこれも安いですね。ネイマーとか当たってる人だったら、
通に合わせてあげるけど、まあなんだろうな、サウジだとイバネスとかかな、そういった選手と合わせるのがいいかな、クリバリとか。で、4-3 の、もうペース95、めちゃくちゃ速いですね。で、シュートパスはそんなだけど、ドリブルが軽くてっていうタイプで、この選手もね、クイックステップのみじゃなくて、ラピッドもついてるっていうところで、まあこの2つしかね、ついてないんですけど、めちゃくちゃ速かったんで、おすすめですね。ST もね、できるんで、この選手そこも優秀かなとは思いますね。この手のタイプの選手ってサイドしかできないこと多いんですけど、 ST ができるんでね、 ST においてもうひたすらストレイフをしてあげるっていうのもいいんじゃないかなとは思います。おすすめです。はい、ってことで次はローレン・ジェームスですね。これはね、これもかなりおすすめです。もうパトリがかなりおすすめしたいとは言ったんですけど、これもやばく強いですね。まあ32,000っていうところで、正直32,000とは思えない。うん、普通に20万してもおかしくないぐらいの、強さあると思ってます。めちゃくちゃ強いです。もう本当に、早すぎる。この選手は。ビビる。で、スキル5の、逆足今年からね、4になったのめちゃくちゃいいし、まあ、ちょっとプレススタイルから見るんですけど、まあ、ロブタツ、ラピッド、で、トリックスターついてて、クイックステップですね。まあ、やっぱラピッドとクイックステップついてるの強いですね。で、トラッパーもある、フレアもある。で、トリックスタープラスなんで、軽いっていうところで、周拳も出せるっていうところで、超おすすめだね、ジェームスは。めちゃくちゃ強い。で、ペース89としっかりやって、シュートも上手くて、もう全体的に全然 OK だよね。で、アジバルもね、69、70なので低いんだけど、なんかトリックスターのストレイフすれば、こうなんか軽さは出せると思うし、ドリブル値がそもそも高いから、なんか相手のジェームス重そうだなって思ったことは、全くなかったです。めちゃくちゃ厄介。本当に強いなって思いましたね。これはなんか、大会とかでも、スパサブとかで、使う人いるんじゃないかなってぐらいコスパいい選手かなとは思いますね。てか安すぎんだよな。なんでこんな安いんだろう。もっと高くておか、おかしくないんだけどな。なんかちょっと不思議ですね。うん。普通に20万、10万は超えてておかしくない選手だと思います。おすすめ。めちゃくちゃおすすめです。はい。ってことで、最後はパヨルですね。これはね、もう僕今使ってるんですよ。めちゃくちゃ強い。もうびっくりしてる。本当にびっくりするぐらい強い。で、まあ、12,000はもう本当に素材価格で破格。もう安すぎる正直。異常に強い。で、スキルとね、逆足が3-3。やっぱここがね、やっぱ人気出ないポイントだと思うんですよ。まあ、これは確かに値段はね、納得はする。自分も最初使おうとは思わなかったから。ただ実際使ってみるとやばいね、この選手は。ペース88としあって、シュートもうめちゃくちゃうまい。決定力91だし、ポジショニングも90だし、まあ、パスはね、めちゃくちゃ下手。もうだからこの選手でパスは期待しちゃダメ。うん、使ってても、それずれるんとかめちゃくちゃあるから、パスは期待しちゃダメです。で、ドリブルも、軽いっていうか、速いんだよね。多分ドリブル値自体が、高い選手、今年速いなって感じるので、まあ、これも、一つ、めちゃくちゃ速い要因かなと思いますね。で、フィジカルもあってっていうところで、もうめちゃくちゃ強いっすね。で、プレイスタイルはね、ラピッドプラスのみなんですけど、さっき言ったクイックステップと一緒にあった方がいいとは言ったんですけど、ちょっとこの選手は別次元だね。うん。本当に異常に速い。超おすすめ、正直。スキルとか、使わないとか、あんまり苦手です。エラシコとか逆エラとかっていう人は、もう正直パヨルでストレイフしてるだけで勝てるぐらいの強さあると思います。ケミもね、バルセロナ女子なんで合わせやすいと思いますし、個人的には今回一番おすすめしたい選手ですね。本当に今、DB1 まで行ったんですけど、もう余裕でこの選手ね、無双できてるので、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ、安いんで使ってみてください。ストレイフどんどんしてみてください。はい、ってことで、以上になります。まあ、ほんと自分はね、DB1 まで DR も行って、もう何回も試合して、何回も試したり、何回も対峙してるので、今回紹介したね、10選手は間違いなく強いかなとは思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。ということで今回は以上になります。よければね、最後にチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。